どうも奥さんチャンネルの佐藤です。小川です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。オリンピックが盛り上がってますねはい。あの今大会7日目で金メダル15個。15個ラッシュですねラッシュ。過去最高が16ということで。もうね時間の問題ですね。そうですよ。はい。今何が面白いんですか。サッカーですね。サッカー。ええ今の予選リーグ1通過ということで、あのここからも久保君がゴールを量産するんじゃないかなと。 もう決勝トーナメントということで、はい、まあそれ以外もね、いろいろこうメダルラッシュということなんですけど。うんね、関連銘柄って上がってるんですかね、これね。あれ、小川さん、紹介してませんでしたっけ。あれ、そんな話もありましたっけ。<laughs> あの。<laughs> はい。 あのまあ、スポーツ用品店とかねいろいろ、あと今どうしてもオリンピックを家で見る人も、ねうん、多いということでやっぱりでも、あの内食というか、ね、中食というか、はいまあ、そういうところはいいかなと思うんですけどはい、はい、スポーツ関連銘柄はどうなんですかね、ええ、ちょっと持続力はないかなと正直思うところはあるんですけど <laughs> なるほど、うん、どうですか<え><こ>でもそのテレビで見てらっしゃるんですかテテレレビビがが、ね、なないいんですよ今そう そんなことあります当然の話じゃないのかもしれないですけど引っ越しをして今、テレビがうちになくて非常に困っているんです、だからオリンピックが見れないんですそんな話はないんですけど一方でオリンピックのさなか感染者数が劇的に増えているということでマーケットはちょっとこっちですかね、上値の重しになっているということで。はい まあ早く収束してくれれば、うん、ということではあるんですけどなかなか、まだしばらくは、うん、今、この撮影段階でも、うん、緊急事態宣言が延長されるというような観測が出ているわけなんですけれども。うんうん ちょっと株式市場にとっても少ししネガティブな感じがします逆にこの間、ちょっとふと考えてみたんですけど、はい、今、まあ、緊急事態宣言、うん、まあこれはもしかしたら全国的に広がるかもしれないと、まあ、そういうリスクも、ね、もちろん株式市場あるんですけど逆に言うとこれ以上厳しい措置って何かなと結構、ね、海外だと外出禁止令とか、はい、よりこう経営剤を、ね、止めてしまう、うん、まあ止めてまで感染を抑えようというやり方ってあると思うんですけど。はいうん じゃあ日本でできるこれ以上の策って何かあるのかなと思ったりも、ね、してなんか思いいつきますないですすななででねねそうなんですよ、ね、だからそうすると、まあ、最悪なケース本当にこの緊急事態がだらだと、ね、長く続いてしまって、うん、まあそれ自体が、ね、景気に与える影響というのも当然出てくるわけですけどもその辺りの、ね、政策的なところ基本的には感染者数が増えると。 内閣支持率が下がが下るというのの過去のパターンですから、はいまあ、オリンピックがあって、ね、ちょっと状況は違うかもしれないですけども、うん、ちょっとこの政策のところが、ね、マーケットこれから夏場に向けてはえより注目かなというところではありますよね今が、うん、いわゆるその夜明け前の一番暗い時期というような感じですか。うんうんうん まあそうですね,ですね、うん、今年なんといっても秋に選挙が、ねはい、ありますから、まあ、その選挙の行方というところも含めてちょっと、ね、日本株は、まあ、決算は決して悪くないんですけどす、ね、この政治リスクですよね、うんうん、ここはちょっとくすぶるうちはまあ上値が重いと、はい、ま逆に言うとその政治リスクが晴れてくればまた、ねえー、この業績を評価する流れになってくるのかなという,ふうには思いますが。が、はいはい そういった中でえー、まあ、今月ですね、えー、恒例になりましたけれども岡山、えー、中小型株マンスリー8月号のご紹介ということでえー、今回はですねこの画面4銘柄をですね取り上げています佐藤さん注目は私はあの一番下の関東電化工業という企業で、うん、えっと今回ですねこの 4名から見ていただくと割と若い番号が多くて珍しいんですよね、今回、まあ、地味とは言わないですけれどもわりかしこう若い番号のものが多くてです、ね、あの私の方では化学メーカーの4047の関東電化工業を挙げさせていただきました。うん 以前もちらっとご紹介したんですけれども、まあ、EV 関連で,です、ね、あのリチウムイオン電池の素材である電解室ここを、まあ、展開している企業でありますしあとあの半導体ですね今回決算今シーズンということですけれども、うん やはり EV とか半導体の事業を展開している企業業績非常にいいというのも事実ありますのでここは半導体のクリーニングガスであったりとかエッチングガスとかこういったところを展開していますのでこの2つの軸がですね業績の押し上げ要因になるんじゃないかということでご案内しております。さんどれでしたっけ そうですね私は、ね、2384の SBS ホールディングスですね、はい、まあ物流に関する中古型のまあ銘柄なんですけど主力のところでもヤマトホールディングスとか S、はい、SG ホールディングス、まあ、佐川ですよね、佐<川>この辺の株価は好調なんですけれども、ちょっと小さいところもかなり株価自体は上がってきていて、まあ、いわゆるこう小型のかつまあ最高益企業ということで、ですね最近、業績を伸ばしている会社です。<laughs> まあ、あのこの会社、もうすでにですねあの決算期が少し3月ではないんですけれども、はいえー、通期のですね業績の予想を先日5月、ですね情報修正したりというような形になっていて、まあ、あの物流業界全般に好調なんですけれどもちょっとこう小さいところまで裾野がですね物色の裾野が広がっているということですから、まあ、このあたりもですね合わせて注目かなというふうに思いますね。ね、はい 意外に小型株、この1、2か月、好調なんですよねあそうですね、結構やっぱりサプライズも起きやすいといいますか、うんあ、そういった意味では引き続き、まあ、日本株の中古型もぜひ注目していただきたいなと。うん そうですね。えー、まあ特に今、日経平均少し弱いんですけど、うん、トピックスは、ね、意外に底堅くて、うん、でこのトピックスが底堅い1つの理由はやっぱりこの小型株の強さにあるのかなという,ふうに、ねはい、思いますので、まあ、ちょうど決算時期ということではありますけども、業績のいい中小型株に注目していただければなという,ふうに思います。ということで今回はですね、岡、はいえー、さん中小型株マンスリー8月号のご紹介ということでお話しさせていただきまましした。た。あありりががととううごござざいいました。